車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは小塚さんです。よろしくお願いします。で、今回こちらの車の紹介なんですけども、はい、その前にオーナーさんとのやり取りを、はい、ちょっと風の噂で聞いた。風の噂ですか。はい、はい、あのオーナー様はもうボンドチャンネル大好きで、どうやったらボンドチャンネル出られるみたいな感じでたまたまあの昨年ぐらいに、もともとゲレンデ乗られてて G6 さんで、新しいゲレンデを買うから、どうしたらボンドチャンネル出られるかなっていう相談で、いやそしたらもうあの新作のホイール入れていただいた方が宣伝にもなりますし、ボンドチャンネル出れますよって言ったら、じゃあ買うわあのこれ誤解のないように言っておきたいですけど動画に出るサービスはやってないので、はい、まあ、やってたらやってたら面白いですけどねタイヤホイールいくらみたいな、動画出演いくらみたいなただそういうサービスはやってないので、はい、まあ、今回お客様と相談して、はい、まあ、かっこいい車が仕上がって、はい、まあ、うち的にもプロモーションがやりたいということで、はい、今回動画撮らせていただいてますので、はい、決してあのお金払ったら動画に出れるとかっていうサービスはやってないので、はい、その辺誤解のないように、はい、ただありがたいですね。ありがたいです、本当ありがたいです。動画に出してくださいって言っていただけるのは、はい、そうですね、はい、なんでちょっと一生懸命、はいはい、ただあの取り繕わないで正直レビューで紹介したいで、まず今回このゲレンデなんですけど、はい、ベースがめっちゃいいじゃないですか。エディションマグノホワイト、これめちゃくちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。でゲレンデってもうなんか限定車とか、はい、マヌとか入れると、はい、もう無数にこうバリエーションがあるじゃないですか。覚えきれないですよね。切れないですよね何が何だか僕らもこうパッと見てこれはっていう感じの場合もあるんですけど、はい、今回はエディションマグノホワイトということで、はい、これ全部ボディがマットなんですね、はい、でこのツートン、そうです。で白も白で真っ白白ということで、はい、これだいぶなんかクラシックな雰囲気もありつつ、まあ、最近流行りのこのマットで、はいはい、もうベースがすごいおしゃれな感じ。そうですね、はい、でめちゃくちゃおしゃれです。各部このナイトパッケージも入ってるんで、はい、ほんと白黒でまとまって、はい、もうメッキがほぼない、はい、本当にこのエンブレムとかこれからご紹介するホイールの一部ぐらいしか、はい、そしてこのスタイルなんで、はい、カーボンパースとかももうない方がなんかスッキリしてるというか。そうですね、その方がすごいスッキリしてますよね。これ中もなんですよね。そうですね、中も入ってないですね。結構63だと中カーボン の, そのパッケージ入れてる方もいらっしゃるじゃないですか。はい、なのでそういったのもなくまとまってると、はい、でまず前回りから見ていきたいんですけれども、はい、もう名古屋何台つけたんですかっていうぐらいの、いっぱいつけてますね。こちらのブラシガードで、これアメリカ多分なんですけど標準装備なんですよね。標準なんですか。おそらく、へー、街でついてないのをほぼ見たことないです。あ、まあ、改造してあるやつは別ですけど、はいはい、ただノーマルのスタイリングでこれついてないのはほぼ見たことない。へー、もうなんかこれがつくだけですごいなんかアメリカな感じがすごい、確かに、ますよね。なんで今回非常になんかアメリカっぽいんですよね。でこれもしっかりグロスのブラックなんで、はい、まあ、もちろんマットではないんですけど、なんか逆にメリハリが効いてる感じがして、そうですね、まあ、この辺のエンブレムもグロスバックですしね、はい、部分部分グロスも残ってますから、ね、そうですね、非常にまとまりよく仕上がってと、はい、そしてその下には、はいはい、ブラバスのリップが、はい、リップがこちらもついてると、はい、でこれも真ん中シルバーとかカーボンにしちゃうんじゃなくって、はい、まあ、黒になってますんで非常にこの辺も一体感がある、はい、そうですね。この辺もだって何台つけたんですかっていうぐらい、もう数えきれないぐらいありがたいですけど、ね、はい、本当ありがたいですね。ただこれってもうさりげないですけど、つけてるつけてないで前回りのボリュームがこう、はい、ものすごい絶妙なさじ加減でアップするじゃないですか、はい、だから結構純正スタイリングを生かしたい方にもおすすめですよね。そうですね。でこれ別パーツになってるんですけど、ここにブラバスのロゴが入ってる、こんな感じになってると、はい、そして横はいつものあれですよね。エンジンかけると白から青でしたっけ。はい、はい、白から青に光る、このエンブレムもついてる、こちらのスコイラーが、ここは埋めずに光らせるタイプですね。僕も埋めない方がいいんじゃないか、結構青く光るのが、はい、苦手だっていう方がいて、あるんですけど外す方もいらっしゃいますけど、うん、そうですね、まあ、ブラバスってもうブランドが確立してるチューナーですから、ついてる方が僕個人的にもいいかなと。僕も好きです、はいはい、そしてそんな車に装着したホイールがこちらでございます。こちらです。これはあのついてる車まだあんまり見たことないです。ないですね。ですよね、うん、僕も多分国内で名古屋で作った1台ぐらいじゃないかなっていう、はい、でホイールの方が HRE の去年出た新作ですよね。はい、そうです。去年のオープンハウスで出た新作の、
L108M っていう24インチですね、はい、L1 シリーズですよね。そうです。多分ですけどラグジュアリーの L じゃないかな。そうですね、はい、のワンピースの108、はい、これ結構ゲレンデってディッシュのホイールどうなのって思う方も多分いらっしゃると思うんですよ、はい、で特にゲレンデ見てきた方、ずっと乗ってきた方ってどうなの、今までなかったよねっていう感じがあると思うんですけど、はい、あの去年でしたっけ、はい、純正オプションでもディッシュのホイール出てるんですよね。はい、出てますね、22インチ で、はい、でもちろん一番最初はその軍用車の民生仕様ですけど、もう今となってはもう高級 SUV じゃないですか、はい、ラグジュアリー SUV って言っても過言じゃないかな、はい、だからこれっていうのは、まあ、メーカーもディッシュ出してくるぐらいですから、まあ、新しいスタイルとしてはもうめちゃくちゃいいんじゃないかなと。そして今回の L108 これめちゃくちゃでかく見えますね。めちゃくちゃでかく見えますね。でもちろん最大径の24インチ、はい、タイヤの方が2953524、はい、ということで、はい、あのいつも履かせてるのよりちょっとこう大きめの。そうですね、若干外径が大きくなってますけど、やっぱりゲレンデなんでこのぐらいのタイヤの厚みがあった方がやっぱりあのしっかりとした感じにはなりますね。でこのサイズであればなんかどっか当たっちゃったりとか、はい、とかっていうのもないんですよね。だからあの通常仕様でなんかバキ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 みたいな、それはないですね、はい、普通に使える限界サイズ、はい、でボリュームもあるんで結構薄くするとなんかこう馬車感じゃないですけど、はい、まあ、車高と、はい、まあ、あとは外装のまとめ方次第ですけど、そうですね、あんまりこう車高高くてペラペラのタイヤホイールだと逆にこう足元がなんかこう貧弱な感じでかねないですけど、はい、この扁平があるとかなりしっかり感が出るんで、はい、組み合わせとしてはかなりいいんじゃないかな。はい、そうですね。そして、まあ、またこの円盤のホイールなので余計にやっぱりこの厚みっていうのは大事になりますね。確かに確かに確かに、はい、だからこれ薄かったらかなりイメージ違って見えると思う。全然多分また見え方が変わってくると思いますね。そして今回はこのサイズも小塚さんこだわりポイントがあるんですよね。そうですね、ホイールの太さが 10.5J とかで作る場合も多いんですけど、やっぱりそのタイヤの引っ張り具合とかそこら辺を考えて今回は 10J で作りました。だからいつもよりかも半 J 細くなってる。はい、そうです。で半 J っていうと大体14ミリぐらいかな、13ミリ、12、3ミリか、はいはい、だから片側6ミリ、7ミリぐらいですけど、はい、その分こうタイヤがグイってこう、はい、立つんで、はい、まあ、非常にこう足元力強い感じも出てる。そうですね、はいはい、そして当然オーダーのホイールですからバチバチに、はい、バチバチに、うん、大丈夫です、はい、はい、バチバチになってます。作ってあると。そして最初に戻りますけど L108 だいぶいいっすね。めちゃくちゃいいですよね。で、はい、このディッシュ部すごくこう大きく取ってあるんですけど、この外周に太めのスポークというかしっかり残ってて、この太さがやっぱゲレンデに似合いますね。確かに力強さ、ここ細くしちゃうと、はい、まあ、結構いろんなメーカーで細いのとか、はい、ディレクションになるなっていうのとかあるじゃないですか、はい、やっぱりこれだけ太いと SUV の足元にも非常に似合うかなと、はい、そうですね。そしてもう一個重要なポイントといえば、はい、このディッシュのホイールってどうしても構造上重たくなりがちじゃないですか、はい、けど HRE って裏側も全部しっかり削ってあるんですよね。削ってありますね。なんで重量も最小限に抑えてあると、はいはい、で HRE ですから精度も抜群ですよね、はい、で小塚さん作業するフロントですから。そうですね、作業するフロントですね。だから結構この精度の良さというか、ウエイトを貼る時も30とか25とかそのぐらいで収まったりとかしてたので意外と良かったです。ですよね、はい、HRE いろんなお店とかでも聞きますけど、とにかく精度がいい、はい、でもちろんそのアメタンがなんかこう他のが悪いっていうわけじゃないですけど、その中でも特に HRE ってやっぱり精度だったりとかもそうですね、しっかりしてる、まあ、梱包とかにも出てますもんね、はい、梱包もすごいしっかりしてますね。多分アメタンで一番しっかり梱包されてるメーカーじゃないですかね。この感じですよね、うん、そんな感じします。そして今回は全部これグロスのブラックですか。はい、グロスブラックです。なんで他の黒いパーツとも非常にまとまりもいいと、はい、はい、そしてあとはポイントはセンターキャップ、フローティングのセンターキャップですね。これがあれですよね、オープンハウスの時に発表にはなってたんですけど、はい、完成したのがだいぶ最近なんですよね。そうですね、本当にここに入名古屋店に入ってきたのがもう先月の末ぐらいにようやく入ってきたって感じですね。でこれ聞いたらなんか独自企画らしいですね。はい、なんか他のメーカーってこうロールスの構造をこう、はい、似たのを使ってるみたいですけど、 HRE はこう後から問題にならないように、はい、なんか独自で全部一からこうサイズとか構造とか、はい、それですごい時間かかってたみたいですね、みたいですね、はい、というわけで、まあ、一見すると他のメーカーと似た感じのフローティングのタイプのセンターキャップですけど、はい、まあ、HRE は独自のやつ
でこれ今下向いてますけど回らないタイプですからね。そうですね、はい、フローティングなんで走っても、 この HRE のマークはそのまま、はい、のタイプもこちらになっております。そしてあとはサイドステップはもちろんクロックそっか、はい、してますし、あとは、マフラーもブラウスの、はい、マフラーですね。これさりげなくついてますけど金額えげつないですからね。そうですねというわけでこの辺もしっかりついてると、はい、そして後ろに行くとこれ4本通し JS は同じですけどオフセットは変えてあります。はい、外は外に合わせてオフセット変えて、はい、だから前後バッチリですね。バッチリです。だからこの辺もめちゃくちゃ重要だと思うんです。はい、引っ込みすぎてるとまた違って見えるし、はい、かといってこの車でこう出しすぎちゃうとやってん中に出るじゃないですか。絶妙なサイズ で、 す、ね、はい、でゲレンデに関してはもうめちゃくちゃもう数多く晒していただいてますから、いろいろノウハウがありますよね。そうですね、本当見せ方とか、はい、まあ、やり方によっていろいろご相談いただけるといいんじゃないか、はい、あとは本当全部黒でまとまってます。白黒でまとまってますね、はい、で後ろもじゃあ基本的にはノーマルっていう感じですかね。そうですね、ただ唯一土曜系外してるぐらいじゃないですか。これは名古屋店に入庫すると漏れなく勝手に外されちゃうやつですか。あ、そうですね、勝手に、まあ、勝手に外され、一応お客様にはいいですかって言って僕は聞いて一応いいよ。結構でかいですからね、はい、目立ちますよね。目立ちますね、まあ、特に触った車なんか外してあげると、まあ、すっきりして、はい、そうですね。でつけるのも別に戻すのもできるんですもんね。あ、簡単にできますね。なんか切ったりとかして取っちゃうわけじゃないんで、はい、まあ、その辺もご読みいただけるといいんじゃないか。はい、そして後ろノーマルなんですけど1点だけ物申していいですか。はい、全国の柳瀬様、ぜひ私からお願いが。あ、何でしょうか。ここにこの柳瀬ステッカーを貼るのはご勘弁いただきたいご勘弁いただきたいです。なぜですか。マットのボディでシール類貼っちゃうと、はい、こう剥がした時に擦れないじゃないですか、はい、だからせめてボディじゃなくてガラスに貼ってほしい。あ、そうですね、そっち側だったらまだ擦れますからね。そうですね、まあ、販売店によって多分ここって決まってるのもあると思うんですけど、はい、私個人的なもう非常に勝手な意見であるんですけども、ぜひちょっとマグノ系の車は、はい、ここは勘弁していただきたいなと、はい、というわけでこんな外装になっております。はい、じゃあ最後になりますけども、小塚さんといえば作業もこなすフロントなんで、はい、いろいろご相談いただけると、はい、この作業の感じも含めたこうやり取りもできるって非常にいいのかなと。はい、そうですね、はい、でプロテクションとかのだって部分的には自分で貼ったりとかもします、はい、で伝送作業も自分でやりますだから細かいこれどこの辺につけますかとかっていう打ち合わせもできますもんね。はい、はい、そうですね。なんでそういった細かいことも問い合わせいただければ、こういう感じで、まあ極端な話言えばこういうふうに配線しますとかっていうお話もさせていただけます。なるほど、はい、じゃあぜひこだわりのある方は小塚さんにご相談いただけるといいんじゃないかと、はい、まだ引き出し大丈夫ですもんね。はい、いろいろありますよね。まだまだあります。で間もなくこの後期型も控えてますけども。そうですね、後期型のご相談も、はい、だからもう新車でオーダーするときになんかカスタマイズの予定があるんであれば、はい、まあ、その辺も含めてそうですご相談いただけると、はい、例えばオプションでこれいりますいりませんとか、まあ、これと組み合わせんだったらこんなボディカラーとか内装がいいんじゃないですかとか、はい、いろいろ相談できると思いますので、はい、ぜひご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。